アーム新房情報システムの上野さん、お願いします。はい、新房情報システム上野と申します。本日はお時間いただきましてありがとうございます。今回は、去年もですね、この場に出させていただいたんですけども、活動のご説明と、あと途中経過の評価というようなところになると思いますが、どうぞよろしくお願いいたします。まず、自己紹介をさせていただきたいと思います。改めまして、新房情報システムと申します。売上にして40億円、社員400名ほどの会社になっています。で、資本金が9000万ということで、KT グループ出資と書いてあるんですけれども、KT グループの K が、神奈川ですね。で、T がトヨタということで、神奈川県下で、自動車販売をビジネスとしている事業グループの一員となっています。で、神奈川トヨタ自動車という、長男会社がいて、グループ14社、4300名というようなところで事業しております。で、ただ、冒頭の40億といったところのシェアとしては10% ほどで、残りの9割は、グループとは全く別のお客様とお仕事をさせていただいているというような構造でございます。私自身は、25年ほど前に入社しまして、主にトヨタ自動車さん、トヨタ系というところで仕事をさせていただきました。トヨタ自動車の中に入って、いろいろ勉強させていただいたり、人間的な成長をさせていただいて、その経験を、できるだけ社員にこう広めていこうというような活動を今しているところでございます。で、私自身は2017年に、自分の会社に戻ってきまして、グループ向けの、先ほど申しました KT グループ関連の、情報システムの支援を推進するようなところの部長をさせていただいているというところになります。はい、ここから本題になりますけれども、現時点での私どもの課題認識になります。大きく2つありまして、まず既存市場で生き残るというところですね。数年後には、浮世絵市場が半減するということが、経済産業省の資料から出ております。経済産業省の、デジタルトランスフォーメーションに関する白書の中では、AI とか IoT がこれから伸びるから、そういう DX 人材を育てていこうというような文脈なんですけれども、裏を返すと、その増える分、受託型の受け市場が減るよねっていうようなのが我々の危機感です。で、もう一つが、一方、既存市場で生き残りつつも新しいことをちゃんとやっていかなきゃいけないよねということで、両機器の経営、自社主導の新規ビジネスを立ち上げたいという思いもまた一つあります。で、これらを推進していくには対数も少し問題があるかなと思ってまして、共通の物差しがないですとか、あるいは受け身体質といったところですね。体質については後ほどもう少し詳しく触れたいと思います。で、どっちの話を今しているのっていうのが分かりづらくなるかなと思いまして、既存と新規というマークをつけさせていただいてますけれども、右上の方にですね、今どっちの話しているのっていうところをですね、マークしておりますので、ご参考になればと思います。はい、活動の歴史ですけれども、今の IT マネジメント研究所様が提供されていた、今の、全部見せちゃいますけど、ウーブンプラクティスっていうのが、旧改善塾というネーミングでやられていたかと思います。で、レイヤーに従って TMS293949 ってあって、今でいうとディレクター、リーダー、ベーシックとなっている。で、私は、2021年から、ディレクターをやらせていただいているというところになります。課題解決のアプローチとしては、まず DX 組織診断、いわゆる社員とアンケートですね。これを行いまして、IT マネジメント研究所様の方で分析、
あるいは、まあ、助言をしていただくというような立て付けで、じゃあそれをどうやって具体的に解決していくかというような検討がウーブンプラクティスになるというような、理解を私はしています。でいわば組織診断がこう人間ドックの健康診断であるのに対して、ウーブンプラクティスがそれに対する、処方箋というような位置づけかなというふうに思っています。で、進め方なんですけれども、DX 診断と、分析レポートがあって、その中からあなたの会社こういうところ弱いですねというようなことが評価されますので、テーマを選ぶ。で、その上で、施策検討立案ということで、まあ、A3 って書いてありますけれども、まあ、いわゆるトヨタ自動車の A3 ですね、A3 で全てを語りなさいというような、まあ、ペーパーをですね、まあ、1年かけて作って、実行しているというところになります。先ほどの健康診断と処方箋というのが、こんな役割ですね。で、ディレクターのスコープは、テーマを選んでから実行フェーズというところになります。で、私が、まあ、このテーマの選定の中で、まあ、冒頭申しました、その既存ビジネスをどう高めていくかということと、新しいビジネスを創出するって話をしたんですけれども、私が取り組んだのは ① の既存ビジネスをどう高めていくかというところになります。これをさらに分解したのが2年前ですね、21年の活動で労働生産性を高めるというところ、あと共通価値観原理原則を浸透させるという2つになります。でまあ、現在活動中というところになります。で、ごめんなさい、まあ、丸1の1が生産性、1の2が共通価値観ですね。で1の1なんですけれども、まず労働生産性の向上です。まあ、いろいろ分析結果がある中の抜粋ですけれども、まあ、書きとこというと付帯作業が多いですね。あと、まあ、基準がない、お客様先とか現場ごとにばらつきがある。まあ、例えばプログラムをする仕事だったら、お客様と電話するとかメールするっていうところは負担になるんですけども、一方ヘルプデスクのような仕事だと、まさに電話の一本一本が賞味作業になる、価値に売り上げに直結するというような、こう全然違う物差しの仕事がいっぱいあって、そこをどう揃えるかというところが課題になるかなと思っています。まあ、これ今時点でも解決しないんですけども、こういうことがあります。で、まあ、基準を揃えるですとか、まあ、揃えた上で負担減らし賞味を上げるということが必要かなと思っています。まあ、単純に賞味を上げなさい、負担減らしなさいだけだと混乱を招くかなというようなところになりますね。はい、で1の2に入る前に、ちょっと突然すみません、会社の用語説明をさせていただきたいんですけども、ダイレクトモデルという、社内造語がありまして、ごめんなさい、ちょっと説明させてもらいますと、まあ、ダイレクトの意味ですね、顧客の課題解決に直接的に関与する、生産性向上、働き方改革など会社の取り組みを我々主導で推進する。その上で、そういう活動の中で、ステークホルダー、地域、学生さんにとって魅力ある会社になるという、理念的なところですね。で、要するに赤字のところなんですけども、業務改善とか提案、人間性の育成だとか将来を見据えた積極的な姿勢を推奨する考え方です。でこれ必ず今すぐ直結、売上とか顧客価値に直結しないというケースもあるんですけども、いや将来種まき重要でしょうというような考え方で、推奨していくと、推奨しようじゃないかという考え方ですね。で、その上で、共通価値観1の2を見てほしいんですけども、まず賞味不時間を増やしますと、今当たり前で、さらに価値をどうやって高めていくかというのが、
冒頭申し上げた課題認識ですので、正味を超える新しい定義を設けようじゃないかということで、従来の仕事の3要素、正味、負担、無駄ってあるんですけども、もちろん負担と無駄を減らして正味を上げるんですけども、その中でもう一つダイレクト正味時間というものを設けて、種まき活動を増やしていこうというような施策を、作りました。ということで、目標値の話ですけれども、まず労働生産性の向上については、意識や定義を揃える、その上で数値化するというところです。施策前は2割3割程度の、認識率だったんですけれども、1割ぐらい改善しようかという、この1年で1割上げていこうかというような目標設定ですね。で、共通価値観原理原則については、長期的視点の確保、今回その施策前の中でアンケートの中でやりがいとは何かというようなアンケートを取ったんですけれども、例えば報酬だとか人事的な評価だとか、今すぐ結果があるもの、短期的な結果に自分のやりがいを求める傾向が非常に多かったんですね、社員として。で、例えば効率とか成長挑戦、時間をかけて取り組んで成果を出すような長期的視点を持っている社員が少なく、24% しかいなかったということだったので、これをちょっと上げる必要あるよねというような目標設定で、少なくとも6割ぐらい欲しいよねというところでスタートいたしました。で、もう2つ目が、1つ前のスライドでお話ししたダイレクト賞味時間ですね。これを1日15分作ろうじゃないかというところです。で、実行にあたっては、フレームワーク、マニュアルというものを作りました。フレームワークがいわゆるビジュアルボードですね。あれをもう少し、実行しやすいものに具体化したものになります。で、マニュアルがそれを作る手順ですね。で、これを使ってさあやっていこうっていうのを、思考チームですね、全社展開はしなくて2チームでやったんですけれども、トライアルを昨年度22年から始めたというところになります。で、実際の活動については、コロナ禍ということもありましたので、トレロとかズーム、あるいはスラックというものを使ってオンラインで2週間に1回程度やりました。ただやっぱ粘着がいいよねっていう意見もあって、ちょっと今度大部屋で飲み会でもしようかなと思っているところです。はい、1年やった活動の評価でございます。総括としては一部未達成あり、活動は継続していきたいというところになります。労働生産性だとか、ダイレクト賞味時間というところは、ギリギリ達成で、長期的視点についてはちょっと逆に下がっちゃったよねみたいな結果でした。で、定性的な評価ですけれども、負担や生産性、付加価値や生産性について意識はあるけど共通認識となっていない、冒頭の物差しの部分ですね。生産性僕意識してますよって言うんですけど、じゃあそれ例えばどういうことっていうと、人によって言うことが違うだとか、じゃあそれどれぐらい1ヶ月前とどれぐらい改善してるのって言うと、いやそれはちょっととか、社員がほとんど大半でしたので、ここら辺の物差しは継続した課題かなと思っています。あと、私のようなディレクター活動をして
思考チームにさあやりましょうっていうスタイルがですね、いわゆる部外の人間からやれと言われている感覚、受け身っていうところも、冒頭申し上げた課題になってきます。ただここは、途中から上司も巻き込んで、議論を進めて現場の思いとこっちの思い、そんなずれてないのにやらされ感で全然噛み合ってないとか、いやそういうことだったのねみたいなところがだんだんこう合ってきたっていうのと、あと、まあ、お客様との調整に発展したものがあって、結果としてですね、課題解決できたっていうケースも出てきたので、問題はあるものの良かった、いいこともあったなというのが、感覚でございますね。次に DX 組織診断の、変化ですけれども、私どもの会社は2020年から20、21、22って3カ年アンケートをしてて、それをこう3つにプロットしている折れ線グラフになります。まず DX 施策のビジョンについては、右肩上がりですね、まあ、ビジョンがあるかとかそれが共有されているかというような観点になります。あとそれを推進する、まあ、サポート体制についても、まあ、右肩上がりというふうに結果でございますね。でマインド企業文化についても、まあ、およそ右肩なんですけども、一つだけ下がっているのがあって、それが何かと言いますと、いわゆる営業総務経理など間接部門においての取り組みだとか意識がないよねと。いわゆる事業部門は DXGX ってこう意識付けをしているんだけども、管理部門がそれをサポートするところが乗り気じゃないとかやってないとか、まあ、こういうことが会社の実態として出てきているというところですね。人材育成確保というところでは一つだけ落ちているのがあって、事業部門における人材、これはですね、ちょっと文章としては分かりにくいんですけども、いわゆるその改善活動、ウーブン活動がこう個人の成果と連動してないとか、あるいはそれが人事評価に反映されないというところが問題になっているというところを示唆しているんですけども、顧客価値向上と連動した人事評価制度は必要、現在の人事制度にそのウーブン活動とかこう業務のスタイルの規定みたいなところに一つも書かれてないというところですね。事業への落とし込みについては右肩上がりとなっています。ということで、ここでまた新たな課題認識が一つあるんですけども、DX 組織診断、今申し上げた診断の方はいわゆる幹部社員を対象にしたアンケートになっていて、おおむね右肩上がりですから、経営幹部から管理職への会社、メッセージ、会社方針は伝わっているものの、管理職から、社員への、ウーブンディレクター活動についてはいまいちな成果だということで、ちゃんと伝わってないのかな、方針展開についてちゃんと説明の中でやって活動を進めなきゃいけないのかなというところが、まあ、課題認識というか、まあ、私自身の反省点でもあるというところになっています。ということで、まあ、次年度に向けてというか今年度の話になるんですけども、深掘りと対策を詰めて施行を継続していきたいと思っています。まあ、最終的な目標としては全社展開なんですけども、今年度は施行継続というところになります。まず施策の前後でアンケートを取った調査問題が異なるので、まあ、ちょっと正しい変化が捉えられてないというのが一つ目、あと社員の嬉しさが置いてけぼりになっちゃってるので、これも追求していく必要があるかなと思っています。先ほど申したこう会社方針と個人の成果、まあ、人事的な評価が連動するというところになります。あと施行部門、上司やメンバーとの入念なすり合わせだとか、
方針展開もきちんとやっていきたい。あとですね、派遣型ですね。22年度やった2チームは派遣型で、いわゆるお客様の方に指揮命令権があって、我々はその中で動くというところでは、こう我々主導の活動っていうのが限界少しあるかなというふうにも思っていて、浮世絵型での、思考もこの先はやっていきたいというふうに思っています。はい、ここまでが、今までの活動とこれからの目標になります。でこの後はちょっと私の思い的なところがあるんですけれども、まあ、一部未達成も活動の意義あったと思ってます。ただこのまま続けていいのかなっていう自問自答もあって、私自身の問いかけですね、リーンとは一体何なのかというふうなところです。でちょうど昨年のカンファレンス2022のオータムの中で、This is Lean という本を書かれたニクラスさんが動画で、スピーチいただいたと思うんですけども、まあ、その後私この本を読んでですね、大変感銘を受けたパートがありますので、もうそのまま紹介します。そのまま、このリーンの研究者たち、まあ、外国の方ですね、外国の方たちがトヨタ自動車の西田さんというところにお話を伺いに行くというエピソードです。で、トヨタの人たちは、目に見えないもの、哲学とか価値観、原則、こういうものを大切にしている一方で、リーンの研究者の方たちは、目に見えるもの、ツールとかメソッドに、目がいっているよねという違いがあるというのが、まあ、西田さんのお話ですね。で、我々の価値観が状況や文脈に関係なく、我々がどうあるべきかを決める、価値観が我々の存在の根拠であり、常に追い求めるべき状態となる、我々の原則が我々がどう決断すべきか、何を優先すべきかを決めるというふうに語られています。で、サッカーの試合に勝つために必要なことは何ですか。リーンの方たちは目に見えるメソッドなので、戦術、正確なキック、スピード、チームワーク、まあ、目に見えるものを、重要視するんだけども、西田さんは全然違うというわけですね。ピッチと、ボールとゴールを見ることだと、全選手を見ることだと、スコアを見る、残り時間を見る、ホイッスルの音を聞く、メンバーと観客の声を聞くという、まあ、原理原則ですね。これを知って初めて共通認識が生まれて、一つのチームとして動けるんだというようなことです。すみません、私なんか本の紹介ばっかりしてるんですけど、これをこう自分たちの会社に置き換えて考えてみたんですけども、まあ、よく人材育成、人材育成っていうのが、例えばプログラムを早く覚えなさいとか、バグのないプログラムを書きなさいとか、あるいは業務知識、業界知識を増やして、SE になりなさいとか、設計できるようになりなさいとか、あるいは会議や報告のツールだとかテクニックを磨きなさいとか、そんなことばっかり言ってるんですけども、そうじゃなくて、共通価値観、原理、原則っていうのを改めて見直して定義する必要あるんじゃないかなというふうなところに私は気づきました。事実を確かめ、深掘りする、数字で語る人間性尊重って書いてあるんですけども、まあ、これだけじゃなくて、本当に我々の会社で何が必要なのか、何を良しとして何大事するのかっていうところをちゃんと社長とか役員含めて、決めていく必要あるかなと思ってます。ここの産業は私書いただけですので、必ずしもこうかっていうことはまだ議論しなきゃいけないんですけども、こういうことをまず35年経った会社ですけども、もう一回ちゃんと考えた方がいいかなと
というふうな結論に至りました。でとはいえ今まで何もあなたたち価値観 なかったのっていうと、まあ、そういうことでもないかなと思っていて、ちょっと、講習例を紹介させていただくんですけども、まずグループ各社からの信頼回復ですね。まあ、私が担当している部門で手前味噌でちょっと申し訳ないんですけども、まあ、かつては本当にやる気のない私が部長になった頃はみんなやる気なくて、誰かがやるでしょうって、そう、僕の仕事じゃありませんっていう人ばっかだったんですけども、自発的能動的に動ける人がちらほら少しずつ出てきたかなと思ってます。各社からの評価も、新興上は金ばっかり取って納期通りで納めないとか不具合ばっかりだっていうようなところから、いいものをちゃんと納期通りに提供して、信頼回復、まあ、今となってはもう進歩をなくして ICT が進まない、もう何でもご相談いただけるような関係性になりました。数字で言うと、まあまあ、ちょっと上がってるというところですね。2つ目が、ガラリと変わりまして、今度は地域貢献という、切り口ですね。横浜市の小学校向けにプログラミング教室をしています。2020年に小学校におけるプログラミング教育が必修化されるということに伴って、我々で何かやろうよというようなのが2017年くらいでした。で、2018年に社内で施行して2020年から、横浜市の小学校でプログラミング教室を開催させていただいています。まあ、Python でロボットや道路を動かすというようなあれですね、レクチャーですね。まあ、小学校の皆さんはとてもこう目がキラキラしていてですね、我々もこう勇気づけられるというか、そういうすごいいい取り組みになってます。で、地元の、タウン市にも掲載されたり、あと、これお手紙なんですけども、感謝のお手紙ですね、小学生の皆さんの PDF77 枚にわたる胸熱なお手紙ですね。こういうことも我々のこうやる気だとか、こう今までなかった喜びなんですよね、こういうのってね。何のために仕事してるかっていうことじゃなくて、自分たちでもっといいものをやってあげたいっていうようなことが続いてますので、こういうのが共通価値観になっていくといいのかな、嬉しいのかなって思ってます。ただこの M にタイヤがついてるのが神奈川トヨタのお店のアイコンロゴなんですけども、この新興情報のロゴを書いてくれた人が一人もいなくて、ちょっとそこはまだまだ認知度を高める活動が必要かなというふうに思っているところです。で、最後にちょっと新規ビジネスの話なんですけども、こっちですね。で、今新規ビジネスは、専属の担当部署を作って推進してます。で、いろいろ物を作ったり動かしたりお客さんに渡したりしてやってるんですけども、まあ、試行錯誤の連続ですね。まあ、ただ、大事なのが心理的安全性って書かせてもらってるんですけども、いつになったらできるんだとか、これ儲かるのか本当にみたいなことも絶対言わないということですね。若い人たちが自由な発想でいろいろ作るというところですね。少し物になってきているものがありまして、ちょっと時間がギリギリなんですけども、まあ、ストレスチェックサービスだとか、ウェブ企業明細ですね、どの企業でも単純に、入れられる、安く入れるって他の業務システムと干渉しないというエリアですね。50名から100名の中小企業の方々をターゲットにしています。あとは、ウェブ名刺ですね、紙の名刺とウェブのプロフィール情報が連動するような QR コードで連動するような名刺ですね。あとデジスコって言って、サッカーとか、野球の、オンライン中継、オンラインでこうスマホで実況するようなこうソリューションですね。まあ、我々の業界、神奈川の業界団体の野球大会とか
サッカー大会でトライアルさせていただいているというところになります。はい、締めくくらせていただきます。気づき、私自身の気づきですね。自分に任されている仕事が全てだと思ってましたけども、会社で起きていることのほんの一部でしたと。真の問題は見えないところに存在するので、見ようと思わなければ見えてこない。人間的な成長、組織横断で真剣な議論もしました。日常から抜け出して、仕事のことは置いといて、会社の未来を考える時間が作れたことは良かったかなと思っています。はい、これからは、より一層の追求ということで、人事評価や報酬との連動、制度化を目指して頑張っていきたいと思っています。で、ルールやツールを超えた、一人一人間の能力に動ける技術化の仕組みを追求していきます。で、最後にということで、リンの研究者の皆さんは、今のツールやメソッドがこれリンですよねってトヨタに言ってほしいんだけど、トヨタだけ絶対言わないですね。なぜかというと、昨日と比べていない。明日どう変化しているかわからない。リンというのは、絶えずこう変化して成長していくものであって、今の状態を評価するものではないということです。で、私もこれをこう胸にですね、昨日とどう変わっているか、明日何ができるかというようなことを考えながら、みんなに伝えながら、共通価値観を見つけていきたいというふうに思っている次第でございます。はい、ということで、私からの発表を終わらせていただきます。ご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。もうタイミングも、ほぼ完璧ですね。1分ぐらい過ぎたところで。そして、あと9分ぐらい、質問の時間がありますけど、少人数でちょっとこじまりでね、遠慮なく質問、コメント、何かあれば手を挙げてマイクをお渡ししますので、はい、いいですね。ありがとうございます。では、早かったですね。ご説明ありがとうございました。TGC ソフト勝又と申します。弊社もですね、既存ビジネスのストック、ビジネスを結構やってまして、既存ビジネスの付加価値向上っていうところはとても改めて胸に刺さったというか、やっていかなきゃいけないと思ったんですけど、御社の掲げるダイレクトな賞味時間、無駄を削減してダイレクトな賞味時間を作っていくというところは本当にその通りだなと思ったんですが、結局その時間を作って何をするか、ダイレクトなっていうのは多分お客様の課題に対して主体的にとか取り組むと思うんですけど、そこで現場とかプロジェクトのメンバーがいきなりダイレクトやろうぜって言ってもなかなか難しいと思うんですよね。でそういったところで何かこう成果が出てくると、モチベーションとか活力が湧いてくるのかなと思うんですけど、そこの何か苦労された、ダイレクトなってこういうことをやっていこうぜみたいな、そういう導きで何か苦労された点とか、何かこう工夫されている点で、何かアドバイスというかご教示いただければなと思います。はい、全社統一でこれがダイレクトだとかこれが賞味だっていうことは言うのやめようってして、このフレームワークの中でまず最初に自分たちの仕事のダイレクト賞味作業こういうことですっていうのを考えてもらいました。なので、プロジェクトによって何がダイレクトかは変わると思いますし、何をどういう状態を目指すのか、2年後にどうやっていきたいかみたいなところを、みんなに考えてもらうきっかけの道具にもしたかったので、あえて君たちこれがダイレクトだからやりなさいという言い方はしなかったんですね。で、それが結果出てるかというとまたこれは別の話で、まだ理解活動を頑張っているところではあります。ありがとうございます。そうですね、やっぱりトップダウンじゃなくてやっぱボトムアップ的にこう何かそういうのができていると、とても組織力のなんか強いというか強さが醸成されるのかなと思うので、はい、とても参考になりました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。じゃあ次誰か、はい、お願いします。富士通の丸山と申します。ご発表ありがとうございました。我々は先ほど番組前の方から発表させてもらって、これから2年目に入っていくところですけども、いろいろ先に進められてまして、いろいろ気づきとか得られました。ありがとうございます。一点だけちょっと確認したい、スライド20ページ目ですかね。
あの評価のところがあったかと思うんですけども、はい、ここですね、生産性の向上のところは主に行ったというところで、長期的視点、価値の作り組みのところですよね、ここが結果、目標に対してだいぶいかなかったというところだと思うんですけど、はい、ここがなぜここになったのかという分析みたいなのをされたので、もう聞き直しちゃったらごめんなさい、はい、ちょっと説明不足でした。ここはですね、いわゆる事業部門100名強にアンケートを取った結果で、それに対して、1割ぐらい上げようということにしたんですけど、結果的にはここの 18% っていうのが派遣のプロジェクトでしか取ってないので、15人20人ぐらいの中の結果だったので、そこが、派遣型にも限界があるかなっていうところの説明だったんですけど、調査答えが違うということと派遣でしか取ってないというのが2つが理由かなと思っています。なんとなく、はい、分かりました。実際にこうね、入って主体的にやっているプロジェクトで少し評価してみるとまた変わってくるんだろうなと、なかなかこう少しそっち側の未来はどうしてかなと思ってちょっと気になってたので、分かりました、ありがとうございます。参考になりました。はい、あとは誰かご質問とかコメントとか、はい、いいですね。小原と申します。社員の評価のところ、今人事評価までこう成果の評価をつなげるっていうところでね、課題に考えられているんですけども、よく報奨と報酬という話があって、報酬の方は今言った人事評価を。報奨の方はいろいろ手段になるかなと。例えば教えられて地域貢献をしたときに、熱いメッセージが返ってきたけども、そこに対して会社としてどういうふうな評価をしてあげるかとか、そういったモチベーションをするというところ、そういった活動が、直接業務に関係ないとか、生産性に関係ないとか、そういった活動にもいいんだなとか、自分の喜びを追求した時のモチベーションにつながる可能性もあるんですけども、そういったこの報酬のところの活動はどうされているんでしょうか。はい、私どもの会社は年に1回その社内表彰制度というのがあって、キープ出るような活動に対して表彰するという制度があるんですけども、現時点ではまだそこの、大部屋活動がそこで表彰されたことは一度もないので、まずはそこを目指すというところが一つ大事かなとは思ってますけど、ちょっと現時点ではちょっとできてないところになりますね。逆にこう、その大部屋活動の中でそういった活動をもっとこう上げてあげるとか、その公表されたアナウンスみたいなものに対して、こうもっとコメント、メディアのアクションというのコメントをしてあげるとか、その会社としては制度を変えるのは難しいけども、その大部屋活動の中でできることとか、そのなんかアクションをせっかくこう上げたことに対してフォローしてあげるとか、そういったような活動もあるような気がするんですけども、はい、それも実施してますけれども、おそらく不足している部分もあるかと思いますので、そこも強化してやっていければなと思います。ありがとうございます。質問もいろいろありがとうございます。で、僕から一つ、質問じゃないですけど、この前ですね、6月でしたね、欧米の、団体ですね、欧米アソシエーションという、いろんな国からこう参加した日本訪問 の、 その下り長があって、その時もですね、新聞情報システムさんに訪問させていただいて、で、オベアリーダー活動でしたね、ウーブンフォーリーダーだと思いますけど、そして非常にやっぱり今日のプレゼンでもすごい感謝の人間的なところですね、ハート、そしてこう結果とかこうプロセスももちろんあるんですけど、そのオベア活動の中でもですね、その人間のところ、人間的なところをこう作る
というのもあって、すごい印象的だったんですね。だから非常にやっぱりこういい人間を作って、それがいいチームになって、いい分になって、いい会社になるという、すごい欧米の方にもね伝わってたので、ぜひこれからもですね、まあ、地域活動とかも含めて、とてもこうハーツの正しいところにある、活動だと思いますので、これで喜び感じて、絶対に最終的にお客さんにも伝わると思いますので、ぜひこれからもよろしくお願いします。ありがとうございます。僕のスケジュールでは今何が起きるでしょう